ヘイフラさんはまだコラボとかしたことないんですけど、アイラブヒカキンさんか知ってる。あんま記憶ない。すでにやりたいのがあって、あ、来年私たちもう YouTube 始めて来年の2月で丸5年になるんですけど、うん、やっぱり YouTube ファンフェスは出たくて出たくてしょうがなかったし、うん、やっぱ私たちコロナ期間200万人に行ったので、そのヒカキンさんと会うこととか、うんうんうん、このファンフェスに出ること自体がもうなんか夢のまた夢みたいになってたんで、うん、いや今年名前でが出ててもう本当に嬉しかったから、ちょっと素直に楽しんでイベント参加したいなって思ってます。はい、緊張ゼロ。なんかやっぱいつもいるメンツと一緒に出るから、うん、まだちょっと緊張はしてないかなって感じ、うん、もうなんかいつも通りって感じじゃない、うん、裏側あおはようみたいな、今日どう調子どうみたいな、みんなそんな感じ、ね、食べ過ぎじゃないとか、あんたたちずっと食べてないみたいな、たわいもない話してました、うん、ヘイフラさんはまだコラボとかしたことないんですけど、あのそういう大きい企画とか、うん、やっぱこういうところでしか会わなかったので今がチャンスみたいな、うん、今回がチャンス、結構ゆっくり話せたから、うんうん、すごい良かったね。あっちゃんとは廊下で会って写真撮って、ね、あとはみんなおはようみたいな、楽屋に来ておはようみたいな感じだったよね。それなんか最近よく会ってるからそうだ、コーヒーのいつもの感じって感じだった。確かに今日何のために来たの？今日はヒカキンさんに会いに来ましたもうあのこのフェスの出演が決まりましたってマネージャーさんから聞いてから、もうヒカキンさんのお部屋に入る練習までしたもん、はい、挨拶に行く時の。そうですしそれまだやってないからやめて。今日もそのリムジンの中で動画を見てきましたそうだからお話できたらいいね。うん、アイラブヒカキンさん調子いいろやっぱやっとかないとね、こういうとこで伝わるかな、ここで。うん、なんかでさ、やっぱ目に留まるかもしれないから、ね、分かんない、もうあのうちらのインタビューなのにあの表に出てるやつ、エアヒカキンみたいな話題になってるかもしれないです。私一度お会いしたことで、デカキンさんとお会いしたことあるんですけど、ちょっとお話までできてなくて、うん、してくれてはいるみたいな、うんうん、ちょっとお話かけに行きたいなと思ってます。いいね、行きましょう。私はてかもうほとんど初めましてなんで、ね、みんななんかちゃんと挨拶喋ったことないから、ちょっと緊張はする。挨拶の方が、ね、ステージ、うん、確かにちゃんと挨拶してこう。はい、挨拶大事だから、まあ、頑張りましょう。動画なんだろう、なんだろう今年。でも結構その今まで企画系をすごくやってきてはいたんですけど、うん、やっぱりあの100万人超えてその見てくれる人が増えてから、そのより私たちを知ってもらうためにどうしようかなってなった時に、結構うちはネタというか、うん、わちゃわちゃしてる私たちを見てもらいたいなと思って、結構トーク系の動画を増やすようになったので、またちょっとそれを好きなファンの方が増えてきているなっていう実感があるから、ちょっとまたね、青春っていうよりかは、うん、その女の子事情とか、うん、その内部をオープンに見せれる動画が増えてきてて、それにね共感するみたいな、うんうん、分かる分かるみたいなコメントがいっぱいつくと、あ、なんか女の子のなんだろうためになる動画になってるのかなって思ったりはするようになりました、うん、そうですね。でもやっぱりあのイベント自体がやっぱ今年になって多くなったので、うん、その対面ファンの子たちと会う機会がすっごい増えたから、それこそ私たちがチャンネル登録者が増えたのっておうち期間が長い時期に増えたんで、実際にそのファンの子を体感できてなかったから、うちだって100何十万人いる本当にみたいな感覚だったんですよ、ずっと。でもやっぱり直接ファンの子たちが会いに来てくれたりとかね、なんか自分たち の、うん、あのイベント主催イベントも3年ぶりぐらいに開催できて、うん、そこには私たちだけを好きな子たちこんなにいるんだって思える機会がすごい増えたのがすごい嬉しかったですね、うん、いやでも一番は DM だったりコメント、
が本当に多くなったし、うん、その日々こう DM 見る中で、うん、もう追いつかない自分たちが全部見れてないもん、見切れないぐらい動画出るたびに感想を送ってくれたり、あとはこういう悩み持ってますっていう相談をしてくれたりとか、すごい多くなったのが、あ、なんか見てくれてる人増えたなってちゃんと実感できるところですね、うん、本当にこの今の動画をもっと広めたいっていうのが一番なんですけど、やっぱり女の子にしかわからないとか、その学生さんにしかわからないなんていうの、親には言えないけどこういう葛藤があるとかっていうのを私たちの動画見て、ちょっとでもそうなの、私こう思ってるのっていうのを共感できるような動画をもっと知ってほしいなと。私たちなんか結構企画のイメージが多いみたいなんで、まだまだ大食いとか、そう、そういうのもやりつつ、でもなんかたわいもない日常、あ、YouTuber だけど普通の人なんだっていうのが伝わる動画どんどん作っていけたらなってすごい思います。青春できてる、てか、いや、もう一日一日がもう全力で生きてたからあんま記憶ない。でもすごい充実はしてた、充実はしてた。その家に行った時、てか去年までは一緒に住んでたんで、うん、家に出ることからなかったけど、ね、やっぱりその外に出るお仕事が増えたりとか、やっぱり制服を着てイベントに出るってなると、やっぱり、まあ、年齢は20歳超えているけど、うん、その私たちと同じ同世代の人たちからも、やっぱちょっとはっちゃけてもいいよね、うん、みたいなコメントいただくと、ね、あ、伝わってるかなと思って、うん、それはそれで嬉しいです、うん。いや、個人のでもいいよ。いや、まあ、まずさらに知名度アップ、クレマグのと、やっぱいろんな、その YouTube もそうだけど、 YouTube 以外いろんなメディアにもクレマグとして出ていきたいなっていう目標はあります。クレマグとしてはやっぱり、あの、制服は着ているけれども死ぬまで青春ということ で、 もう私たちも20代、うん、ここだけはもう後半に差し掛かる、アラサーだからね、はい、アラサーになってきてはいるんですけど、やっぱりその人たちにも共感できて、うん、その学生の子たちにもこれからがこういう大人になりたいなって思ってもらえるよう な、 なんか動画をね、リアルに出していけたらなってすごい思います。あさみさんは卒業は確定ですもんね。あ、メイやりたいのがあって、あ、来年3人でプリのモデル、おー、言っとこ言っとこ、ちょっとやりたいなって、あれね、よく大きくね、そうそう、なってるやつ、確かに、ね、でもずっと言ってるもんね、やってみたい、ぜひよろしくお願いします、お願いします